ミニモークはミニをベースにアレック・イジボニスによって設計され、BMC が1964年から製造・販売した多目的車である。社名のミニはベースとなっているミニをモークはロバを表す。ミニモークはベースとなったミニのエンジン、トランスミッション、サスペンションなどを流用して設計された。試作段階ではアメリカのジープを模した軍用車であったが、 タイヤのサイズが小さく最低地上高も低かったことからオフロード走行には適さなかったためコストと維持費も安くして一般向けの車両として発売された結果としてモークはビーチバギーとして成功を収めセーシェル、オーストラリアやアメリカカリブ海周辺のリゾート地などにおいてマニア向けの人気車となった生産は当初イギリスオックスフォードにあるモーリスの 工場で行われていたが、後にバーミンガムのロングブリッジ工場へと生産拠点が移管された。イギリス国内では1964年から1968年にかけて14,500台が、イギリス国外での生産はオーストラリアで1966年から1981年にかけて2万6,000台が、ポルトガルでは1980年から1993年に、 かけて1万台が製造された。イシュゴニスがミニをデザインした際にミニとコンポーネンツを共有したより頑丈な車種を開発することが計画された。これはランドローバーによって占められていたイギリスの軍用車両市場に進出するためで彼はナッフィールドオーガニゼーションに行った際も同様にナッフィールドグッピーを開発して失敗していた。 1959年には、後の猛クとなる試作車、バックボードが開発された。この試作車はパラシュートによって投下可能な車両として、イギリス軍に公開されたが、最低地上高が低く、エンジン出力も低かったため軍用車としては認められなかった。しかし、イギリス海軍だけは、航空母艦デッキ上で使用する車両として注目した。その後、 二つ目のエンジンを車両後部に搭載し、クラッチとシフトレバーによって結合された四輪駆動の試作車、ザ・ツイニーが数台作られ、アメリカ陸軍に公開されたが、最低地上高は依然として低く、また構造が複雑を極めていたため実用化は困難であり、成功とはならなかった。結局、BMC は、多くの軍への販売を諦め、 1963年には、蛍光業や農業における利用を目的とした、市販版の開発が決定された。1963年に開発された試作車の一部は、現在でもロンドン郊外のピナーにおいて保管されている。モークは1964年に、イギリス市場において発売された。その際には、イギリスの関税消費税調により、 商用車ではなく乗用車であると分類されたため、購買税が上がり、商用車市場においては、目標販売台数を下回った。モークは、人気番組ザ・プリズナーなどによりマニア向け車両として、注目された。しかしながら、イギリスにおいて販売された14,500台の、うち、現在もイギリスに残っているのは、その10分の1に過ぎない。なお、 イギリスにおいては1968年まで製造が続けられた。イギリス製のモークには低翼炭燃料に対応するローエンドの 850cc エンジンが搭載され、サスペンション、トランスミッション、10インチホイールはミニと共通のものが採用された。初期のモデルには助手席、ヒーター、キャンバストップなどが オプションで設定されており、オプショナルパーツ各種の車両への装着は、購入者自身が行わなくてはならなかった。初期モデルのマーク I にはワイパーが一つ装備され、ボディカラーはスプルースグリーンのみが用意された。1967年には、助手席側にワイパーが装備され、ボディカラーにホワイトが追加された、マーク2が発売された。 1966年から1981年にかけてオーストラリアでモークが生産され、1973年まではモーリスミニモークとして、1973年から生産終了まではレーランドモークとして販売された。当初はイギリスのモークやミニと同じく10インチホイールを装着していたが、後に13インチホイールに変更され、 ビーチなどの実用的なオフロードでの走行は可能となった。当初は 998cc エンジンが搭載され、後に 1098cc エンジンに変更されたが、1976年にオーストラリアで自動車排出ガス規制が開始されたため、イギリスの排出ガス基準をクリアするために開発された 998cc エンジンに変更された。 1972年頃には 1275cc エンジンを搭載し、ウィンカーと専用テールライトを装備し、アメリカの安全基準に適合したカリフォルニアンがアメリカに輸出されていた。標準車の燃料タンクが車両左側に搭載されているのに対し、カリフォルニアンには MG ミジェットと共通のものが採用され、後部の加湿の下に装備された。 1977年にはオーストラリア国内でカリフォルニアンの名前が復活した。オーストラリアのカリフォルニアンには輸出車と同じく 1275cc エンジンが搭載され、デニムシートカバーや専用スポークホイール、カンガルーバーなどが装備された。オーストラリア製のモークは諸外国に輸出され、オーストラリア製自動車輸出の先駆けとなった。また、イスラエル国防軍が後部に 機関銃を装備したモークを使用し、メディアの注目を集めた。1975年からは 1450X1500mm の過失を装備したピックアップトラックモデルが発売された。また、1970年代後半には、レイランド・オーストラリアによって、数台の四輪駆動車の試作車が開発された。ただし、イギリスのものとは異なり、 エンジンは一つしか搭載されなかった。レーランドはこのモデルを発売する計画であったが、1981年に、モークの生産が終了してしまったため、計画は中止された。オーストラリアにおいて、モークの生産が終了となったため、生産拠点がポルトガルにある、レーランドの子会社の工場に移管された。そこでは1980年から1990年に、 かけて8500台のカリフォルニアンが製造された。当初そこはオーストラリア製、モークの最終モデルと同仕様のものが製造されたが、すぐに当時のイギリス製ミニと12インチホイールなどのコンポーネンツを共有したモデルに変更された。1990年にはブリティッシュレーランドによってイタリアのオートバイメーカー、カジバにモクのデザインが売られた。 その後ポルトガルではカジバによって1993年まで生産が続けられ、同年にカジバによって生産設備がイタリアに運ばれた。1995年にはイタリアでの生産が開始される予定であったが、結局生産は再開されなかった。カジバはミニの名称の使用権は持たなかったため、1990年、 以降に販売された1500台のモークは単なるモークとして販売された。なお、最終的にモークは生産台数約5万台を達成した。1990年代にカジバ製モークがチェッカーモータースにより輸入、販売されたことがあった。またユラタクや率いるムーンクラフトによりモークをベースに レース用にモークスポーツという車がデザインされ、27台が製作されワンメイクレースが行われた。この車のロードバージョンも2台だけ作られた。BMW ミニは、モークの名称を使ったアメリカ市場向けのピックアップトラック及びジープ型の多目的車を2010年頃にサウスカロライナ州のスパータンバーグ工場において製造すると公表。 2013年には旧来のデザインを踏襲したクラシックモッケと電気自動車版の E いモッケを発表。オーストラリアやカリブ海地域、タイなどビーチバギーの需要が多い観光地のでの販売を予定している。ありがとうございます。